天から釣りは、毛りを使う日本の伝統的な釣りである。河川の中でも特に上流域である渓流を主な釣り場とし、水生昆虫を捕食するマッスルイを対象とする。竿と毛りと釣り糸のみの仕掛けが特徴であり、手軽な釣り方の一種である。もともとは、川漁師が行っていた釣り方であり、とても手返しがよく釣ることができる反面、難易度の 高い釣り方でもある。現在、渓流釣りの中でも注目されていて、ブームになりつつある。天から釣りのできる管理釣り場もある。天からの語源や由緒は、現代に伝わっていない。指揮者や釣り人の間では、多種多様な考察や憶測、語源にまつわる会話が交わされているが、はっきりしたことは現在までわかっていない。日本人でない人でもするようになった天から釣り。 最近では、日本の外でも知るようになった人もいて、天からをそのままアルファベットにして、天からなどと呼ぶ。渓流魚が対象で、一般的に人気が高い対象魚は、などである。天から釣りでは釣り場である川幅に合わせて、原流部では3.0メートル、標準では3.3メートル、本流域では3.6から4.5メートルのものが、使われる。 現在では4メートルから5メートルもの長い点から、竿も市販されている。点からの毛張り。魚の口当たりに見える。点から釣りで使われる毛張りは、鳥の羽、毛糸、ゼンマイの綿などの素材を釣り針に巻きつけて作られる。素材は、フライフィッシングで使われるフライと同様のものを使う、場合が多い。伝統的な点から用の毛張りは、 軽流釣りに特化していて構造は簡素である。現在では、天から用の素材や完成品も販売されている。天から釣りで使われる釣り糸には大きく分けて2種類あり、先へ向かって細くなる糸、または均一な太さの糸が使用される。合成繊維製の糸が開発されるまでは、うまそうを酔ったテーパーラインが使われていたが、現在ではナイロンを酔った。 テーパーライン、フロロカーボンやナイロンのレベルラインが使われる。釣り糸の長さは、竿の長さと同じにする。ただし遠方を狙う場合はこれより長くすることもある。ハリスは太さ1号前後を1から1.2メートルにする。これ以上細いハリスを使うと合わせ切れが起きる恐れがあるし、そもそも点から釣りの場合にはハリスに細いものを使う必要もない。 毛針を沈める場合にはフロロカーボンが、毛針を浮かせる場合にはナイロンが向いている。日本の伝統的な毛針釣りである天から釣りと、イギリスで生まれた、フライフィッシングとの相違点は、以下の通り。ありがとうございます。